シギンの魅力を発信するシギンチャンネルおはようございますこんばんはシギンチャンネルのヘイヘイですこのチャンネルはシギン歴の長い長い私平イ,イによるシギンというとてもマイナーな日本の伝統芸能のその魅力を分かりやすくお伝えしていくチャンネルです えー、皆さん暑い日が続きますが、夏バテしていませんか僕は多分今日は少し夏バテです <laughs> 奥さんの実家でちょっときゅうり食べ過ぎましたね、えー、やっぱやりすぎですね <laughs> ご飯が美味しくて食べ過ぎちゃいました、えー、今日はですね、まあ とにかくお酒が飲みたくなるなという漢詩を一つご紹介させていただきますご紹介するのはですね「市の仙人」として名高い「李博」が作られた「三中二亭友人と対借す」こういう漢詩を一つご紹介させていただきます。 まあ、これは特に深い意味はないですね山中山の中にて友人友人というのは、まあ、友達的な意味はあるんですけれども、えー、こちら漢字で書くと幽霊のように人、まあ、お互い山に隠れ潜んだ仲同士、えー、それで貸借、えー、す尺、えー、を交わすお酒を飲もうと飲むとそういう漢心になっております内容もまさにそれに沿ったものであるんで、えー、分かりやすいのかなと思いますでは死を呼んで先,、えー、先に 読んでいきますね三中にて友人と退釈す理白両人退釈して三下開き開くか一杯一杯また一杯我ようて眠らんと干す君しばらくされ明朝いあらばことを抱いてきたれ えー、伝わりますかね。これ <laughs> もう2人で両人貸借して参加開く。2人で向かい。合ってこの酒を組み交わす。酌み交わす。この山中はですね、えー、花が今日添えるかのように綺麗に咲いているといっぱいいっぱい。一杯一杯またいっぱい。 もうそのまんまですね、灰を重ねるうちに、俺はどんどん酔って眠くなってきたんだよということです。我酔うて眠らんとほす。君しばらくされ。<laughs> ひどい話ですね、えー。俺は眠くなってきたんだよ。ちょっと飲みすぎてねと。だから君、今回はちょっと一回、一旦帰ってくれないかとか、多分こんな隣に住んでるとか、そういう話じゃないんだと思うんですけどね。しかもですよ、明朝いあらばことを抱いてきたれ、えー、明日、次の日の朝ですね、気が向いたら、 今度は箏を持ってきてまたやってきてくれよということで俺、眠いからもうとりあえず帰ってよもう次はことまあいわゆるに今で言うとゲームを持ってきて遊ぼうぜみたいなそんな感じなのかなと <laughs> 勝手に解釈しております。<coughs> えー、これはでですすねねもういいです、ね <laughs> 早くこんな感じにお酒が飲めるようになったらいいのかなと、そういう世の中に戻れば嬉しいなと思っております死を、えー。死を吟じていく際には、特に難しいところは本当にこれないですね。えー、死も分かりやすいです初心者向けなのかなと思います。一杯一杯、また一杯、えー、ここですね、ここ。ここをできるだけ感情を込めて、えー、吟じるのがやっぱり一番いいんじゃないかなと。ここだけはですね、もうお酒 お酒飲みながらやった方がいいんじゃないかなと勝手に思ったりしています <laughs> ということで多分ここに思い入れが入っているかと思うんですけれどもまあ,あのお酒を楽しむための銀として、えー、認識していただければ幸いですでは銀字で行きましょう三中にて友人と対尺す利白両人 して参加広くいっぱいいっぱい。 「またいっぱいわれようてねむらんとはっ君きみしばらく」 ちょいあらばこといだいてきたれ。 でしたでしょうかお酒飲みたいですねでもちょっとしつこいかなみたいな感じが <laughs> またいいですね、えー、いっぱいいっぱいまた一杯 <laughs> もういいわって感じになるかもしれないんですけど、えー、早くお酒が飲みたいそんな感じでしたあ今日は以上となりますシギの魅力を発信するシギチャンネル次はまた明後日。ありがとうございましたバイバイ